えー、まず私がその研究対象としてますのは極限環境生物と呼ばれる、えー、特殊環境に生生息すする生物を扱っています、えー、その定義としましては、えー、私たちが暮らす通常環境から離れた場所に生息する生物真核、まあ、生物であったりまた幻覚、えー、生物微生物であったりをこういうふうに呼称します。 例えば、高、えー、熱菌と呼ばれる微生物は、えー、温泉の中に住むような、えー、微生物でして、その生育温度は72度にも達します。まあ、そのような環境でも、えー、生きることができると。で他にも、えー、海の方に目を向ければ、えー、深海菌と呼ばれる微生物がいます。そのまあ、このシュワネラと呼ばれる菌は、えー、深海海底5000メートルから単離された菌ですけれども、えー、この菌は、 30メガパスカルという非常に強い圧力の中でも生きることができると。30メガパスカルと言いますと少しイメージしづらいんですが、えー、と、私たちが咀嚼する歯の歯にかかる圧力がたい噛むと5メガパスカルぐらいかかるので、それの6倍ぐらいの圧力がこの木にかかっていて、それでも生きるというなかなかに強力な生物です。それ以外にも、えぇ、ー、ま真、あ、核生物もと言いましたが、昆虫の中にも、えー、と、 非常に耐性のある生物がいて、例えば pH、酸性 pH の中でも生きるような、こうゆすりカと言われるような昆虫もいます。まあ、川の河川、通常 pH7 ぐらいで、まあ、普通にゆすりカといっても、えー、まあ普通のゆすりカは pH7 で生きるのが普通なんですけれども、えー、中にはこういった pH2、これブロモフェノールブルーであの染色してて、えー、酸性だと、 中性では青色なんですけれども、それが酸性になると黄色になるということで、視覚的にその酸性がわかるというようなものになってますが、そういった酸性条件でも非常に元気に生きているということで、そういったさまざまな環境に生きる生物が、この自然界には生きると,いるということです。そういった生物を扱っております。そういった生物、 から取ってくる、えー、タンパク質という物質なんですけども、タンパク質、えー、私たちの人体を構成するものだったり、もうあのー、いろいろなものを構成するために必要なものです。で、えー、そういった環境から取ってくるタンパク質というのは非常に、えー、魅力的な性質を持っていました例えば、えー、先ほどの光熱菌と呼ばれる微生物から取ってくる DNA の、えー、合成酵素であれば、えー、非常に安定ですので、PCR と呼ばれる技術にも、えー よく用いられております現代世間では PCR 検査という言葉が一般にメジャーになりましたけれどもその PCR 検査を支えているのがこの DNA 光熱器由来の DNA ポリメラースです。えー、とその PCR では熱をかけても、えー、熱をかけて、えー、DNA を返りさせて、えー、その反応を触媒していくんですけれどもそういった光熱高温環境の中高温条件の中でも、えー DNA の合成を行うこととができるとそれによって、えーまあ、DNA 構成酵素だけでなくて、えー、サイバーという蛍光、えー、色素だったり、あとは、えー、逆転者酵素という CDNA を合成するための、えー、ものだったりというものがいろいろ必要になってくるんですけれども、えー、とそのウイルスを検出するとか、ウイルスがいないとかいうことを検出することができます。 まそれだけでなくて、アンテナタンパクをモデル,するモデルにすることによって、それを、えーと、不安定なタンパクにそれを導入することで、えー、役に立つ例もあります。例えば、オワンクラゲ由来のこの蛍光タンパク質と呼ばれるものは、もともとは海洋生物由来ですので、非常に不安定なタンパク質です。なので、えーとまあ、非常に扱うのが難しかったということなんですけれども、それを安定化することによって、えー こ,れこちら船戸先生からの、えー、ご提供の図ですが、えー、その細胞の極材をあるタンパク質が発現して、それがどその細胞のど,細胞のどこにあるかということを見るために、えー、その GFP と呼ばれる蛍光タンパクをくっつけて、えー、どこにあるかということが視覚的に分かるという技術になっています。まあ、例えば他にもその赤色の部分であれば、この中心にあるのは発色弾と呼ばれるアミノ酸があるんですけれども、その発色弾の残機を変えれば、 えその赤,色の赤色に変わったりということで、えー、さらにいろんな、えー、その細胞内でのタンパクの極材も分かるというような技術に応用されております。でそのタンパク質ですが、えー、には決、まある決まった形があります。まあ、そもそもタンパク質とは、えー、20種類のアミノ酸がペプチド結合により重合したもの。 これをタンパク質と呼びます。で、えっ、ー、と、その紐のようなもの、これをポリペプチドというふうに呼びますか、そのポリペプチドのその折りたたみの構造というのは、まあ、基本的にはアミノ酸配列だけで決まります。しかもその構造は非常に正確でして、このアミノ酸配列が分かれば、その立体構造もほぼほぼ一致するという非常に面白い性質があります。なので、このタンパク質研究者は、 特にこのアミノ酸配列からこの立体構造が予測できるかどうかというそのフォールディング問題と呼ばれるもの、えー、っと長年の疑問に答えるために必死になって研究しているというような状況です。タンパク質の一の分子の大きさですが、えー、っとヘモグロビン。 と呼ばれる赤血球の中の赤い成分がありますが、それをヘモグロビンというタンパク質がありまして、えー、その一分子の大きさが約10メーター程度です。1 7 m メーというと、どのぐらいかというと、まあ、0.000。まあ、非常にあの小さいものだということがわかると思うんですけれども、えーっとまあ、それがより集まって細胞というレベルになって、それがさらに集まって人が出来上がってくるということです。なので、いわば人は、 この細胞、まあ、なおかつこのたんぱく質が、えー、合わさって出来上がった、えー、非常に、まあ、小さなものから、えー、私たち、まあ、約10万種類ほどの,そのタンパク質があるんですけれどもそれが、えー、より集まって出来上がったものということです。 でこのヘモグロビン1分子 17m のサイズを見るためには、えーとまあ、ここにその比較図を下に示してますが、えー、地球を10個並べて、えー、そこから雪だるま1個を見るレベルの非常に小さなものを見なきゃいけないということです。じゃあ、どうやってこんな小さなものを、えー、とこ,のこの構造を決めたんだというので。えー まあそれはあの過去の研究者さんたちがいろいろ努力の甲斐あってこういう構造を決めてきたということです。でそのための,その立体構造を決めるための手法というのが主に X 線解説と呼ばれる手法を用いることになります。X 線の光というのはえっとその波長サイズが1ナ,ナノメートルサイズのものでして、 えー、その光の原理としては、えー、そのサイズのものを見るためには同じ波長のサイズのものを使わなければならないという原理原則がありまして、えー、そ,れがそ,のがそれに該当するのがちょうど X 線というこの光です。なのでそのタンパク質を、えー、取ってきて、そこから、えー、っと、あ、間違えた。すみません。えー、そのタンパク質を調整して、まず、 結晶という、えー、まあ、塩とかと同じですね。塩も結晶な、NACL も結晶になると思うんですけど、タンパク質も結晶化という現象を起こします。でその結晶を作成して、そこに X 線を当てますで。この結晶というのは非常に並びが正確なので、えー、その電子密度をもとに、えー、と、その解説という現象が引き起こされます。 その並びによって、えーまあ、そのある電子密度があって、その並びが規則性が非常に良いと、えー、そのあこれ難しいなコヒーレントというその現象があって、そのコヒーレントによってその、えーまあ、黒かったり白かったりという、まあ、その解説の強弱が現れるんですけれども、その解説の強弱を、えー、これをフーリー変換と呼ばれる計算によって、 え積分することによってこの元の構造のその電子密度の層がどこにあるかってことが分かります。という説明だと非常に不十分なんですけれども、えー、と要するにその結晶に X 線を当てて解説度を取ってえそれをうまく計算してやるとその分子の電子密度が分かるということによってえ実際にこういったナノ,レメ,ナノメーターレベルの構造が決まるという ことでえっ、ー、とその十レナノメーターサイズの分子を見ることができるという原理になっています。これを説本当に説明するためにはあの二時間三時間程度授業を用意しないといけないんですが、ちょっと今回はこのくらいでちょっとすいません説明させていただきます。で、私実はあの分子コースの広島大学の卒業生で知って、えー、平成二十年度 20と呼ばれる、えー、とその学部生として入学して生成度、生成の中で卒論研究を実はしていました。その時のテーマが、高、えー、熱菌と呼ばれる生物からタンパクを取ってきて、それを解析するというテーマでした。で、扱っていた微生物としては、えー、2種類の微生物扱ってまして、一つが湖から単離されるアロクロマチュンビノサムと呼ばれる菌。 もう一つが、えー、とハイドロチェノファイラスサムロテオラスと呼ばれる高熱菌でした。それぞれの生育温度が25度と52度と、まあ、かなりかけ離れた位置の微生物でして、えー、そこの、その微生物たちからシトクロム C オプライムと呼ばれるタンパクについて解析をしてくれと、当時の、えー、ボスであるサンボミ先生に、えーまあ、お願い、依頼といいますか、まあ、そのテーマしたらどうかという提案されまして、まあ、やってみたということになります。 右も左もわからず、そのテーマを突然渡されて、まあ、どうしようかなと思ったんですが、まあ、高熱菌タンパクということで、まあ、おそらく安定性が高いだろうということで、その解析をすることとしました。えー、っと、常温菌のタンパク、まあえーっと、その頭文字とって AVCP と呼んでますが、その AVCP の方は、す、え、で、ー、にその52度で編成するということがわかっていました。 しかし、その52度という温度を、実はその高熱菌タンパクの持つ、そのハイドロジェノファイラスサーモルテオラス、えと、という、その生物の生育温度と、まあ同じということで、まあそんな、このタンパクの変性温度が 52, とした52度だとしたら、こんな環境にいたら、そのタンパク変性しちゃうということで、おそらくこの PHCP と呼ばれるこのタンパクは、おそらく安定性が高いんだろうと。まあしかしその、 データは一切ないということで、その解析をすることとして、えっと、実際にタンパクを取ってきて解析をすることとしました。幸い実験は非常にうまくいきまして、えっと、プラスミド、その遺伝子をコードした遺伝あ、その発現するための遺伝子を構築しまして、それを大腸菌、 で、発現させて、させた結果、まあ、非常によくタンパクは発現しまして、えー、と、その大腸菌の培養のジャーも非常にもう真っ赤に染まっています。通常、大腸菌は白色なんですけれども、えー、と、このタンパク、ヘムタンパクでして、えー、まあ非常に赤い色をしてます。で、その赤い色が非常に発現したということも非常によくわかって、まあ、非常にたくさん取れたなということで、まあ、よかったなということです。でその時に使うのがこの三角フラスコと呼ばれるものなんですが、えー、ちょっと特殊なものでして、 えとその上の方がま,まっ平らになっているということで、えー、非常によくその酸素の循環が起こるここ。これをうまいことで浸透させると、えー、ここに空気の膜が張って、その酸素の循環が非常によく起こって、えー、酸素の循環効率が非常によくなるというものです。で、タンパクを発現して、えー、その SDS ページと呼ばれるその生成度を確認する方法で確認してみると、非常によく、まあ、この いらないものを取れて、いらないものを除けて、非常に生成度の高いタンパクを取ることができましたという結果になりました。タンパクが取れた,取れたぞということで実際、実際に安定性を比較してみた結果がこちらです。円変更に色生スペクトル、ちょっとそこは説明は省きますが、そういった手法によって、タンパクの構造を反映するスペクトルなんですけれども、 それを指標に安定性を測定することとしました。0が、縦軸の0が未変成状態、1.0が変成状態を表しています。で、AVCP、常温菌のものは53 52度、さっ先52度っ言いましたが、53度で変成するということが分かりまして、しかし、光熱菌のものは非常に安定で、あやっぱり、あのー、あといいますか結果、結果としては87度で変成するという結果でした。 なので、やっぱり非常に安定なタンパクでして、高熱菌タンパクというのは環境に適応するために非常に安定であるということが分かってきました。じゃあなんでそんなに安定性が高いんだろうということで、まあ、先ほどの最初の方で示しましたあの X 線解説という実験によって実際にその構造を決めまして、まあ、実際にどこが安定性に効いてるんだろうということで解析を進めていきました。 で、見てみますと、えっ、ー、と、いくつか、その、構造が違うと。相互作用が、えー、この17番目のグルタミン酸がスレオネに変わって、水素結合ができているとか、あとは、えっ、ー、と、グリシンからアラニン、バリンからロイシンと、これは、あの、メチル基が一つずつ増えることによって、疎、えー、水性度が向上してるんだということで、えー、それぞれ、このヘム周りの分子構造が非常に強固になって、この、 高熱筋タンパクというのは非常に安定化しているということが、えー、後々に分かってきました。ここまでが、あの、僕が、あの、広島大学でやってきた研究です卒論研究と、あと、僕は博士課程まで、このシトクロム C プライムを使って研究をしてまして、えー、まあ、ただ、このタンパクの機能というのがまだよく分かってなかったというのが、その当時の現状でした。 でその時に、これが2011年の論文で、えっ、ー、と、その、僕も卒論生なので、当時論文渡されて、えっ、ー、と、論文セミナーですか講論会といいますかそういう紹介セミナーというものがあったんですけれども、その時にちょうど渡されたのがこの論文でした。えー、この C プライマーおそらくこの NO を結合する性質があるだろうということが当時言われてまして、その時の ファースト多さがマイケル・エイ・ハフトマイマイ。マイクさんというふうに呼んでますが、このマイクさんがこの C プライムの NO 結合についてよくやってらっしゃったと。NO で、あ、そもそもすいません。あの、一酸化窒素ですね。ナイトリックオキサイド。一酸化窒素のことです。その一酸化窒素の結合のが、おそらくこのタンパクはあるということがわかってまして、えー、っと、 まあじゃあ実際に結合させてみたらどうかということでやってみると、非常によ,その、まあ、よく結合するなという結果でした。まあ、色で見ればよくわかるんですけど、そのピンク、もともとはピンク色の色をしているんですけども、N を結合するとまあ茶色になる。茶色、茶色、オレンジっぽくなります。ということで、色を見れば明らかにもう結合してることといることがわかります。まあ、ただ、まあ、これの解まだ結合させるだけじゃまあデータにはならないので、 どうしたらいいかということで、この機能解析をするために、いろいろグラントとかアプライして、またまたまその海外学習と呼ばれるそのグラントに、まあ、グラントといいますか、えーまあ、お金が少し取ってこれたので、それをもとに海外留学をすることとしました。で、今の留学先がダイヤモンドライトソースと呼ばれる場所です。 最初に言いましたかね、確か。えっ、ー、と、イギリスのディットコットと呼ばれる田舎町にありまして、も風景見ますと、もう周りは小麦,小,麦小麦畑しかないという、本当に田舎の場所に設置されています。国立放射施設です。で、えー、そのホームページから取ってきた説明では、化石、ジェットエンジン、ウイルス、ワクチンなどあらゆる研究で利用可能だそうです。その,の COVID、コロナの あの膜タンパクスパイクタンパクの構造もここで決まったりしたそうですねでスタッフが約700人で約今 1, 1万4 0人の世界中の人々が利用していると、まあ、かなり世界中の方も利用しているような施設です、まあ、皆さん非常に親切と言いますかあの分からないことあったらすぐ対応してくれまして非常にあのもう国際性もあり、まあ人,脈あのまあ、人間関係も非常に良好な施設なのかなと思います 実際にここでそのマイクさん、先ほど言ったあのマイクさんなんですけども、えっ、ー、と、NO 結合を僕したいなと思って行ったんですけども、実際この、えーまあ、別の機械の開発をされてまして、えー、ちょっと違うことをすることになりました。で何の機械かというと、えー、この BMEXI と呼ばれる機械です、えー。日本語で言うと後半。 高汎用、高分子、上因最中結晶解説ビームラインと呼ばれるものでしたあ。まあちょっとやりたいこととは違うんですけども、えっ、ー、と、まあ、まあやはり、あの、言った当初はやはり信頼を得なきゃいけないということで、まあ実際に実験をして、どんどんデータを貯めようかなと思って、まずは、まあ言われた通りやっていこうかなということで、先ほどのシトクロム C プライムを使って、えー、このビームエクサイを使って、えー どんどん結晶構造を決定していきました。これが非常に便利でして、えっ、ー、と、まあ結晶をまず作らせ、作った後、それを、えっ、ー、と、その場所に登録します。で、それを、で、どこの、どの結晶を打ち込むということを、えっ、ー、と、ウェブ上から登録しまして、すると、あの、その保管場から実験場へ、もう、ちょっとここ本当はムービーを示したかったんですが、もうちょっと、 それが非常に重かったのでやめましたが、えー、その保管場から実験場へロボットアームが動いて、えー、とその X 線解説の場所に移りますで。そのプレートを、もうそのプレート上で実は,実は実験解説ができるんですけども、そのプレート上で X 線解説実験を行って、データ解説、データの解析まで自動で行ってくれることができる。まあ、実際にはデータも自分で見なきゃいけないんですけれども、えー まあ、ほぼほぼフルリモートでこれができるということで、ここでタイトル回収となります。えー、っと、実際には、あの、まあ、フルリモートといっても、あの結構、その、技術員さんが結構しばしば止まったりすることがあるので、技術員さんにお願いして、いろいろやってこのことあるんですけども、まあ、ウェブ上から登録して、その結晶構造をやるまで、 これ、あの、一度僕日本に帰国基本、え、帰国したことがありまして、その時も日本からこの結晶登録してデータ解析までやるということもできましたので、本当にフルリモートでこの実験できるんだなと思って、感心しました。で先ほどの b m e c 材の構造というのは、えー、20度。 常温での構造です。なので、えー、本当にその、タンパク質が本当に生きた状態で、えー、その構造を見ることができます。に対して、えー、っと、従来の結晶構造解析というのは、クライオ構造と呼ばれる、えーまあ、非常に低温環境、低温条件での構造です。クライオ構造はいわば写真なんですけども、ビー m e x 剤は えと実際にリアルで生きているその分子の構造を見ることができます。で実際に構造を見ていきますと、えー、とその構造を比較すると、マイナス200度という世界の構造と20度の世界の構造というのはやはり違うものということで、えー、とこの b メクサイの構造はクライオ構造にはないタンパク質の振る舞いを見ることができたなということで、今非常に感心しました。時間がちょっとあれですね、押してますね。 ちょっとすみません、ここ飛ばします。で、えっ、ー、と、実際機械は b メク x 剤と呼ばれる機械だったんですけど、私の関心としては、えー、一酸化窒素の結合を見たいということで、えっ、ー、と、まあ、NO の結合というのは非常にあの、まあ、厳密に言えば非常に難しい。 とただただ結合するだけでなく何段階かその結合する様式がありまして、えー、それを、えー、もっとセロサイに見たいということでこれから研究を進めていきたいなということです。そのまあ、実際にはその実際に n ノが結合するには1秒以内で反応が終わってしまう部分があるんですけどもそれを時間分解のレベルで X 線の解説を行うことによって、えー、その反応中間体というものを見たいというような実験を行っていきたいなというふうに考えております。 では、そろそろ時間でしょうか。えっと、私の発表は以上となります。なのですので、えー、っと、まロ、あ、ダの研究を卒論から続けてみてきまして、まあ、まだまだ卒論研究は終わってないということで、国際レベルで、えー、その研究をどんどん推し進めていって、えー、なんとかこの卒論研究を終わらせたいなというのが私のこれからの展望でございます。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。 先生、ご発表ありがとうございました。それでは、会場の方から、ご質問等ございましたら、挙手にてお願いいたします。ご質問いかがでしょうか。それではですね、えっ、ー、と、松崎です。え、私の方から、えっと、一つご質問させていただければと思います。えっ、ー、と、ちょうど今、出てるんですけども、あの。 クローム、C、の NNO の結合のところで、まあ、非常に短い時間でこの反応が起こるということだったんですけどもこの時間分解 X 線解説でどのくらいの分解量というかどのくらいの時間の間隔でこの解説像というのを得ることができるんでしょうか。そう非常にいいご質問です、えー 時間分のミリセカンドスケールです。で、この中間体の形成はミリセカンドスケールでおりますので、そのねまあ、今当は詳細にあのどういう原理かというのを説明すべきなんでしょうけども、こうなるとあの、ね、研究データも出てきますので、ちょっと今回は控えさせていただきますが、あの答えとしてはそのミリセカンドスケールで。 あの、オミクスがきるという手法になっております。はい、ありがとうございます。え、ちなみに、このくらいの分解能と。で、そのエ線取れる素質って、世界にどのくらいあるんですかね。<laughs> ここだけ。あ、実は。あ、ちょっと、これもお話し,したかったんですけども。日本も結構、その時間分解。の、その。研究はかなり最先端をいってまして。日本の兵庫県にあるスプリングイット。 あそこでもあのそういった時間分解の実験というのがされていまして、まあ、そことも連携しながら、まあ、互いにそのに日本研究者さんとも連携、えー、を取って研究を進められているというような状況でございます。はい、ありがとうございます。その他いかがでしょう。会場の方からご質問ございますでしょうか。 それでは、えー、時間になりましたので、えー、藤井先生のご講演を、えー、これにて終了させていただきたいと思います。藤井先生どうもありがとうございました。